借りが来てるのか、なんでその後の話なので、だから例えば11時から12時の1時間が1時までの2時間、この間の休止なので、まあでも上にはい、ワード2いらっしゃい。やるか、花火対決。勝てっかな。10時から1時間だって。よいしょ。花火対決とか久々やんだけど、負けたらモヒカンなのかな、どうなんだろう。わかんない、ルール。皆さんワード2です。2018年4月の6日、22時、ちょうどでございます。1時間花火対決やります。頑張ります。よろしくお願いします。負けたらモヒカン？俺モヒカンでも全然いいよ。本ちゃんのモヒカン、でも女の子もいるんでしょ。ユーノンビリの彼女がいるんでしょ。女の子モヒカンきつくねえか。花火対決とかもう終わったコンテンツでしょ。終わったコンテンツでしょ、完全に。頑張ります。ツイッターでツイートするか。負けたらモヒカン？モヒカンって書いてますよ。マジですか？僕、そうですね、モヒカン、若い頃ずっとモヒカンでしたね。で、え、そうでしたっけ？あ、そっか。こんな感じでしたよ。ですか？え、もうバリバリの？バリバリのモヒカン、本ちゃんの方のモヒカンですね。もうゴブ狩りぐらいでしたね。はい。本ぞりですね、僕毎回。まだ見長めのね。そうですそうです。受け悪いんですよね、モヒカンやっぱり。いかつい、怖くなっちゃうんですよね。60人。大丈夫、いける。マジですか、SY が。一応金杯550人ですよ。マジですか。僕64人なんで。まあ閲覧数じゃないですからね、花火対決は。リスナーが金持ちかどうかだけなんで。僕は和道リスナー、和道財団を信じよう。和道財団を。まあ飲もう。しっぽり喋ってよ。KP、みんな KP。KP。あれケビン何略なんですかね。乾杯です。でも東京とかも女子高生とか KP って女子高生言ってますよ。うなのこと知らないのに KP だけ先行してるんですよ。あのネットで有名なおじさんがいるんですよ。その人が KP って言い始めて。乾杯することないでしょ。あ、そっか。女子大生か。確かに。ツッコミするでな。店長。あ、そう、乾杯で KP なんだ。あ、そういうことか。はい。まだ上がってない。何のことかと。乾杯も上がってない。KP はだんだん一般的になってる。あれやりますか？恒例の。何ですか？何ですか？ああ、あれ？そっち置きませんでしたっけ？昨日片付けます。あった。懐かしいね、これ。持ってるでしょ。あ、すごい。え、入ってるのかな。入ってる。すみません。お手が出た、手が出た。出てますか。うん、遅れて今。今遅れて、これ遅れてるけん。ちょっとどいたら、もうそろそろ手が出るかな。え、これがみんなのコメントなんですよ。コメントがすごい。邪魔だよとか言われそう。大丈夫、言われない、言われない。そうなの。だって優しいんですよね、皆さんね。あ、社長いなくなった。声も遅れてる。そう、遅れる。タイムラグが何秒かあるんですよ。トイレ聞いた。岡山でもいいとこですね。また来ます。また来たら会ってください。会いますよ。ぜひ。多分リンリンが教えてくれる。いろいろ名称。名称な。渋川。社長。和道ステッカーどっかに店に貼らせてよ。あ、貼らせよ。貼れるスペース。じゃあこっち側から後で貼っときます。こっち側から。そんなのあるんですか、ステッカー？僕はステッカーありますよ。ください。和道ステッカー。いいね、こういうのね。2種類もある。3種類あります。多分配信者全員持ってるんで、配信者来たら和道ステッカー500円のやつと、あ、そうですそうです、店に話して、なんかね、パルパルはこれが500円でこっちが1000円。そう、捨て頃2、捨て頃2用のと、あと普通に黒と白のやつ。いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。あ、それ店に貼っちゃってください。はい。どっちが1000円？そう、布の方が1枚1000円。なんかそうよね、黒と。布を中から中出していいですよ。ケースなんですよ。だから中布なんですよ、サテンの。そうなんですか。はい。あ、いいですいいいい。店には貼ってもらわせてもらってるんで。はい。すみません。宣伝です。負けたらもう悲観なの。花火上がってんのっていうか上がってない、まだ。何これ、花火ゼロの花火対決。マジでない。そのニュイってこう上がってんのかな。あの金梅風船が3つ。わあ、ありがとう。りょうさん、一発目花火ありがとう。いいね、こんばんは。いや、金梅さんから花火対決申し込まれて、記念すべき一発目だから、金梅風船3つしか上がってないよ。やったぜ。はい、後でもしよかったら日付と名前書いていただいて。今書きます。にじみます？マッキー布だからにじんじゃうから、あれがいいっすね、ボールペンが。はい。じゃあ私このプラのいただいて。ああ、ありがとうございます。はい。今日何日だ？2018年4月の6日。2018年4月の6日。ちょっと待ってください。カフェバー。黒でしょうね。それ買ってきてどこから払うの？これ何が入ってるんですか？アイコスのカフェバー。ケース。あ、専用のケースなんですか？そうそう。大丈夫です。ああ、へそ。あ、こっちが本体で、こっちが。すごい。こんなの。お財布みたい。可愛い。ありがとうございます。タバコ吸うんです？いや、吸わないんですけど。吸わないんですけど、可愛いな。可愛いよね。可愛い。なんか使えそうだよね、タバコケースの。おいっす。あ、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。おいっす。ありがとうございます。あ、とんでもないです。こんな感じ。黒で。ありがとうございます。はい。了解です。頂戴します。はい。はい。で、こっちにちょっとね、これにこうよね。小手半がひらがなだっけ？ちょっと出かけるときお札と小銭でいい。そう、いい。握手してもらえ？してもらえます。手洗ってやばいよ。ひらがなでいいのかな？はい。小手半書いた方がいいですか？これでいいんですか？これだと間違いないですよね。はい。いやいや、全然いいっす、全然いいっす。金払い花火3つ上がってる。言わんでいいの。優しいですね。優しい。夢に出てきたりして、夢でイチャコラしちゃったりして。今日のツイートで知ったんですか？昨日が岡山来てるって知って、最初見たときどんな感じなんですか？わっみたいな。岡山来てる。なんか少女みたいな輝き目。まさかでしたよ。まさか。でそこ私のとこ連絡来たけん、何言ってるって。ゴロゴロしてるよって言って。また来るんで、お願いします。昼食先。今どんな感じなの？花火対決ね、11時前だからまだ50分あるよ時間。まだあるよ時間。勘太郎さんいらっしゃい。11時まで1時間限定でやろうと言われた。どうなの？金バエさんとさ、そのニュンアドさんがしたニュイ。嘘、何発なの？何発。俺最下位かよ。ふざけんなよ。金バエ4つぐらいあった。マジっすか？あ、これ言うなってごめん。全然教えてほしいんですよ。金バエさん4つ？金バエさんもう6だって。早っ。ニュイ6、ワド1。俺いる？大丈夫いるから。社長が花火あげてくれる。負け確定なの俺。誰か来た。俺のモヒカンとか見たいか。あ、いらっしゃい。俺のモヒカンとか別に見たいか。まあ別にいいけど。似合いそうだよね。僕モヒカンだったんでずっと。金バエさんがモヒカンにした方が面白いと思うんだけど。うん。チャンス。どうも。ういっす。お疲れです。マキダイさんのちょっとあのね。どうこんにちは。着きました。倉敷ちょろっと行って、はい、美観地区。はい。よかったです。岡山ですか？僕はどっから来たんですよ。島根してます。あ、岡山の方です。二人とも。岡山、でも倉敷じゃん。あ、そっか。僕一緒ですね。僕小島なんです。何で来たんですか？ちょっと走ってました。あ、すごいいい匂いする。何の香水つけてます？あ、これね、ちょっとさっき女の子とハグとめちゃくちゃしてきて。すごい香水いい匂い。ちょっと出る前にね。いつものいい匂いなんです。たまに来るんですか？ここに。で、僕りょうちゃん絞めないんで。靴磨きとか。毎日来ればいるってことですね。もう大変でね、靴。じゃあ今度飲んでください。一緒に飲みましょう。あ、ぜひ。こんなおばちゃんですけど2人。どう見ますよ。大体18ぐらい。なわけある。なんとだ。ないでしょ。本当ベシャリがすごい。こいちゃんやまず。あ、こいちゃんですか。こいちゃんやりましょうか。こいちゃん来たら全部持ってきますよ。またね、もうスーパーイケメン。すっごいイケメンです。ちょっと僕来るしかないよ。相席へ行ってる場合じゃないよ。パッチョより。山田孝之。いいじゃん。タクいらっしゃい。いつもハンカチこうやって言ってるんです。知恵がこうやって言ってる。ありがとうございます。お忙しいところ。へそ来てください。へそ。ここ。島津頑張れ。本名を呼ばないで。やばいなこれ。圧倒的に俺負けかな。6発か。店長が今店長が。俺また負けんの？ちょっと。ニューイが勝ちだね。ニューイの勝ちか。またぜひ岡山来たらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。地元の人で嬉しいですよね。嬉しいですね。家から近所だって言ってたんで。すごいファンすごいですね。いや嬉しいですね。はい。おおありがとう花火ありがとうありがとうございます。りょうちゃんありがとう。っていうことは俺2位。3発目サプリさんありがとう花火ありがとう応援しますありがとうございます。サプリさんありがとう。いやなんすか大丈夫ですかありがとうございます花火ありがとうお追い上げてきた追い上げてきたサプリありがとうよっしゃ乗ってきたよ流れきたよ流れ金梅さんにとどめを刺そうありがとうサプリ君からグレート花火ありがとうございます5発グレート花火1位だろありがとうありがとうサプリ君からです。ありがとうございます、特命さん。1位じゃん暫定1位でしょ暫定1位。あざーす。ありがとう、特命さん。やーべえ、来た。あ、やべえ、ニューイが一発上がったから、負けてんのか。ニューイ9発目。くそーまさか金梅さん最下位じゃんありがとうナナさんありがとうトップナナさんありがとういやこれいい感じじゃないいい感じでしょ金梅さん見たらエグいっすよ閲覧多分1000人ぐらい見てるんでやばいっすよトップページふわっちの多分一番上に金梅さんいるんで今ふわっちナンバーワンの閲覧ですよ多分やばその人はすごいですよリアルタイムでトップにいるんで1個1000円でお客さんを買うんです花火っていうので僕に500円入るっていうそうです半分入るんです運営さんと半分でありがとう超嬉しい最下位ざまあだな俺金梅さんに勝てればいいわおいっちゃんこんばんは楽しんでって暫定2位に KP モヒカンです僕もともとモヒカンだったんですよはいパンクスだったんでみんな KP ありがとうねうわ嬉しいわざまあだなレジェンドの金梅さんにとどめさそうレジェンドの金梅さんにみんな楽しもうニュイっていう人強えなニュイっていう人強いねニュイさんって何結構稼いでる配信者をニュイさん見てみようニュイさんすごいね1年後に窓を抜いてやるオッケー待ってるよいっちゃんニュイさんどこにいるニュイさんいないんだけどニュイさん今どこにいんのニュイっていなくないニュイどこにいるユーノの彼女コテハンニュイなの今閲覧何人ぐらいニューイさんゆいさんさ、閲覧、どこに俺ブロックされてんのかな。あ、いた。あ、この人か。あ、ユーノとやってるんだ。なるほど。これでもコンビずるいでしょ。ユーノもこの人がニュイさんか。ユーノの彼女ね、この人ね。サングラスかけてんな。いや、負けたくねえ、負けたくねえわ。100位おすすめに乗ってるね。今いたいたいた。上の方すぎて見えなかった。上の方すぎて見えなかった。ありがとう。今見つけたわ。負けたくねえ。初めて見たな、ニューイさん。マジかよ。負けるのか。ちょっと和道リスナー力貸して。金馬屋さんに爪痕残そう。金馬屋さんに勝ったっていう。ニューイさんはいいから、金馬屋さんに勝ちてえわ。金馬屋さんに負けたくねえ。金馬屋さんをモヒカンにしよう。金馬屋さんにとどめさぞ。うわ、うわ、やべえ、また最下位になっちゃったよ。頼むよ。また負けんの俺。和道財団動かないの。和道財団大食い大会みたい。ニュイさんは負けたらモヒカンなのかな。ユーノがやるんだ。やっぱ彼氏が、彼女にモヒカンとかかわいそうだから。だからそこはユーノでしょ。連帯責任でユーノンビリ。うわ、金馬さん11発か。強えな。さすがに、さすがたった1枠で1000発花火もらう人違うな。金馬さんブロックしてんだ。いっちゃんまあでも和道リスナー最後の最後まくってくれると俺は信じてるよ。なるほど。3位転落、最下位転落か。速報ありがとうございます、トップナーさん。負けたくねえな。なんかでももうリピートですよね。バーはリピート。俺は負けないよ。和道財団は最後の最後大丈夫だよ。まだ40分あるから、まだ様子見とこう。まだ大丈夫。ワドリスなめんなよ。今どうなってんだ。負けんのかな。俺もう悲観になるの。ダメだ。金馬さんの勢い止まんね。金馬さんがどんどん上がってますね。今日3人リスナー増えた。いいじゃん。よかった、フォロワーさんよかったじゃん。やっぱ金馬さん強えな。13、11、8か、うん、なるほど。金馬兄やん強いね。いっちゃん絶好調じゃん。いっちゃん体調良くなったんでしょ。俺それが嬉しいわ。いっちゃんもニコ生からの仲間だから、いっちゃんがね幸せそうなのが一番嬉しい俺。うわー、ありがとう、来たー、ファンタスティック花火10発不動産屋さん、ありがとうございます。不動産すごい、一撃10発ありがとう。はい、暫定1位、さすが不動産、はい、暫定1位、さすが、さすが和道リスナー、見せ場分かってる、ありがとうございます。足りますよ、今不動産屋さんのおかげで1位になりましたよ。うわー、一撃10発かっこいい男気、10発がマックスなんですよ、1回で投げるのが。そう、ファンタスティックって出るんですよ。でもこれ1万ですからね、不動産屋さんがすごいですよね。一発のコメントに1万かけるってやばいですよね。ありがとうございます。えお、オッケーオッケー、1位1位、あ、じゃあシャンディーガフォンお願いします。ケピー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 、サンディーガフォンお願いします。よし、この流れ後半逃げ切りたい。あと30分、よし、でももうちょっと欲しいところですね。そうですね、いや流れがあるんですよ、なんかもうどうなるかっすね。でも一気にバーバーバー、すごい、和道が勢いある、あでなってますね。やったやったやった、いいねいいね、銀馬さんのところで和道勢いあるぞって。やっぱこれだよね、リスナーさんが助けてくれるの。え、一発上がった、一発上がりました、向こう。マジか、マジか。いや、ありがたいよね、愛されてるよね、和道。すごいな。うちのリスナーさんはね、和道可愛がってるから。金梅14、和道18発、ニュイ11発。あ、これいいんじゃない？いいんじゃない？なんか面白いよね、こういつ上がるかわかんないワクワク感が。不動産屋さん男だわ。不動産屋さんめちゃめちゃ。不動産屋さんめちゃめちゃ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。イエイ。そうです。昨日のメンバー。おはよう。そうなんですよ。すみません、いつもお騒がせ。そうなんですよ。あ、ありがとうございます。不動産屋さんありがとうございます。KP、みんな KP。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 いいっすね、いいっすね。岡山楽しいや。地方やっぱ1ヶ月に1回は回んないとダメだな。なんかみんないい人。でもね。これ OK です。俺多分似合うと思いますよ、こういうの。あ、似合う。海賊になろうか、みんな。海賊似合う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 。深く入らないんだ、これ。浅い似合う、かっこいい。和道海賊団、あ、和道海賊団。やべえ、金梅さん追い上げてきた。嘘。あ、3発差だ。マジで。マジか。めっちゃ似合ってます。もちろんいいですよ、もちろん。もうバシバシ撮ってください。すごい撮るよね。すっごい撮る。そういう笑顔がいいです。あざっす。え、編集とかもできるの？写真の加工？そうですそうです。へえ。え、でも店長美人なんだから、店長の写真バンバンアップした方が喜びますよね。お店のお客さんは嫌なの？写真恥ずかしいんだ。テレ屋さんなんだ。もうね、バンバン売り込んでいくよ。そういう時はちょっとシャイになるのが恥ずかしがり屋さんなんだ。来てもらったら全然寂しいとかないんですけど、ネット上とか嫌なんだね。インスタとかはやらないの？インスタグラム女の子に人気じゃん。全然その SNS 疎くて、今はツイッターはお店のと一緒にやってるんですけど。金馬さんやっぱり土下座してる。え、金馬さん土下座負け宣言。あ、花火くれって言ってんだ。ね、インスタグラムいいと思いますよね。美人で花火。土下座土下座してる。いや、毎日してやますもん。いや、和道に負けたくないってことですよ。泣きが入った、泣きが。メガホンプレゼント。メガホンは無料アイテムなんで、要はお前に花火なんかやんねえよっていう羽織りです、これ。いや、でもこれ、やっぱ和道さんのやつは、やっぱあったかい。和道リスナー。そうなんですよ、優しいんですよ、和道リスナー。コメントが。ベトコンラーメンっていうのが美味しいって、岡山。ベトコンラーメン。名古屋のことな。え、いや、岡山ベトコンラーメンってうまいよって。ベトコンって岡山の。岡山ね。そうなの。ニンニクが。ええ。トシちゃんさすが。どこで食べたんですか。ここどこにあるんだろう。いや食べたんじゃなくてコメントで岡山の人がベトコンラーメン美味しいよって。あ、そうなんですか。狭山町。ええ。はい。狭山町や。おお。ケビ。あ、ケビ君。ちょっとそれ急げってことですか？私に。返すよ。全編わかんないな。お疲れ様です。トークですみません。お疲れ様です。ケビ。やべ、金梅さん追い上げてた。金梅17、和道18、ニューイ12。これニューイはもう負けたな。ニューイは負けた。金梅さんと俺の一騎打ちだ。これいい流れだわ。金梅さんと俺の一騎打ち。大手の金梅こんなんじゃ負けないよなとか言って。あります。あ、そうですそうです。ストッキングかぶったりとか、今その人と花火対決やってるんですよ。そうなんですか。はい。元気ですか。金梅ちゃん元気ですよ。もうこんな感じで酒飲んでます。はい。今。そう。え、若い。え、もう30、え、じゃあよ、え、30、40ぐらいですね、ちょうど。体調崩してないですか。あ、そうです。もう酒飲みすぎてやばかったんですよ。最近。うわ、抜かれた。金梅さんに抜かれた。もう一回かぶりますか。もう一回かぶる。いや大丈夫です大丈夫です。うん。トンペイって何？めちゃめちゃあります。めちゃめちゃ可愛い。意外と安かったんですよ。41金馬さん。ありがとうございます。田中さんいらっしゃい。花火対決中だよ、田中さん頑張って。田中さん頑張って。本気でいこう、本気で。もう誰が勝つかわかんねえよ。こっから行こう、こっから行こう。残り15分が見どころだから。残り15分仕掛けよう。あ、俺と、まあ、こういう順番になるか。インスタはそんなに若い、なんていうか、ネットあんまり知らなくて若い女の子で流行った文化だからあんまり荒れない。逆にツイッターとかは独身男性が多いって言われてるんですよ、3450代の。だからインスタいいと思いますよ。ツイッターで、ツイッターは写真と一言コメントみたいな感じなんですか。写真だけの人もいますよ。だけどインスタグラムは写真だけの人が多くて、ツイッターは文章プラス写真。もともとツイートっていう言葉の由来がつぶやくって意味なんで、あれだからもう一言つぶやいて終わりみたいな。ありがとう、ファンタスティック花火ありがとう。不動産屋30分、不動産イエーイありがとうございます。絶対負けんなよっつって、強い20発30分で20発、かっこいいかっこいい。はい、また1位。そうですそうです、ありがとうございます。不動産屋さんありがとう。不動産屋さん強いな。そうです、リスナーさんメリット何にもないです。男気で、そうです、男気です。男だな、絶対負けんなよっつって。かっこいいな。かっけえ。あざーすあざーす。よっしゃ。あ、もうニューイは引き離したね。ニューイちゃんはね。あと銀梅さんと俺の一騎打ちだな。銀梅さんと俺の一騎打ちでどっちがモヒカンにするかだね。どっちがモヒカンにするか。金梅さんにもうちょっとね、ここは負けていただいて、金梅さんがモヒカンになったらあれ和道カットって呼ぼう。和道カット、いいね。あ、閲覧200人いきますね。もう3人で閲覧200人いくかな。もうだからこうやって花火1000発もらって調子乗っちゃうからだよ。金梅さんは、金梅さんはもうストッキングかぶってる頃がピークですよ。ピーク。うん。かっこいいなこの人。不動産屋さんかっこいいですよね。あ、らしいですよ。なんかコメント書いてる感じで、昨日だから社長が不動産に立ってたら不動産トークしてましたもん。いや俺はこういう考えだなみたいな、うん、はい、不動産屋さんすごいよね。うん、ちなみに不動産屋さんのサムネは俺の顔だからね。知ってた？俺の似顔絵なんだよ。そうなんですか。愛強いな。それなんか僕の似顔絵なんですよ。はい、手書きの、うん、不動産屋さんにパチパチありがとうね。ゆんゆんね、アイナさんね、すごいよね。さあどうなるか。あ、もう負け確。これ金梅さん折れた。心、金梅さん心折れたかな。残り27分23分か。残りあと中田さんが来たらな。ここで中田さんっていうすごい人がいるんですよ。爆投げする。そうなんですよ。そろそろ何やるんですか。わかんないですよ。いや僕会ったこともないですよ。だからインターネット上で偽名だし顔写真もわからないし、だから僕お会いしたことない人ばっかりです。そういう人がもうそうです、応援してくれたり。だから、ね、そうです。日本全国回ってお礼がしたいって言ってこう会いに来てくれて、今まで応援してくれてありがとうみたいな。それで出会えるんですね。はい、さっきのこっち側に座ってた女性も4年前から実は見てましたって言ってくれて、すごい嬉しいですね。まだ結構有名やん。いや僕は金梅さんとかに比べたら全然です。駆け出しですね。でも2位まで追いついて。あ、違います違います。いやいや本当に全然もうなんか中堅とか言われますね。中堅どころでまあね、なんかいつもいるなお前みたいな。昨日の金梅さんどうだったの？よっしゃこれ勝ったな。これ勝ったわ。ありがとう。不動産屋さんのおかげで勝ち確でしょ。サプリね、すごいよこれ。サプリさんのリスナーさんと不動産屋さんとこれみんなで勝つよ。勝つメンバー。今紹介するね。花火投げてくれたメンバーが不動産屋さん、サプリさんのリスナーさん、サプリさん、あとりょうさん。りょうさんさっきの枠でも投げてくれたからね。すごいすごい。あ、さっきのそうなんですよ。対決決まる前に普通にくれたんです。そうそうそう、倉敷配信でいただいたんで。おー、スカーレット6号いらっしゃい。ありがとう。提携ありがとう。サプリが自宅でリスナー、マジで本当に見てみるわ。サプリ応援してくれてんの。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうりょうさん、ありがとう。後半追い込み方ねえ、前半いきなりスタートダッシュ。そう、後半にバーンっていう流れだと思ってたんだけど。あ、これすごい。和道に行こう。え？和道に行こう。ありがとうございます。いやでもこのまま勝ちそうな気がしてきたな。田中さんすごい。和道さんに一発いきましょうとか。田中さん攻めるんですよ。コメントでもう嵐だろこれっていう。田中さんはうちの宣伝部長なんで。ありがとうりょうさん。アイラさんに圧倒的に負けてふわっちのツイッター名アイラ推し。あ、そうだったんだ。そういう意味だったんだ。アイラ推しになった理由。勝ってる勝ってる。今日でも金曜日の夜で一番閲覧多く集まるんで、ちょっと埋もれちゃってますね。上からこの辺ですね今。大手さんがいっぱいいる。そうですね、7番目ぐらいかな。7番。金曜はもうリスナーさんもアフターファイブで配信なんか飲んでるんですよ。これすごいな、大差がついてるな、これ。そんなの水なのに味。ミルクティー味の水。え？それでもなんか絶対黄身が入ってるでしょ。愛されてるな、ありがとね、みんな。いや、田中さんがツイッターで、社長が田中さんがツイッターで金梅さんのところで田中さんが頑張ってるって笑ってたよ。田中すごいっすねって言って。田中さんすごいっすね。田中はニューキャラクターなんですよ。誰かまで構わず。これ嬉しいですよ。未成年でお金ないんですよ。だから俺も嬉しいですよね。そう。お金はないけど頑張るっていうね。まあまあいい感じだね。いや前枠で60発上がっててで欲を書いたんだよ。欲を書いたら負けるから。そしたら露骨な花火要求はやっぱり嫌でしょ。金梅さんのリスナーでも。だから金梅さんはあれだよ、こうリスナー、自分のリスナーに負けたんだよ。自分のリスナーを大事にしなかったツケが回ったんだよ。調子に乗ったんだ。自分に負けたんだよ、自分に。いやこれ嬉しい。あ、花火止まったな、金梅さん。金梅さん花火止まったな。ありがとう、みーすけ5発花火ありがとう。勢いつけてこう、ここで行こう、ここで行こう。勝負どころ分かってるね。ここであと20分、ここだ勝負どころ。ガリウさんありがとうございます。いいね、いいね、5発ありがとうございます。みーすけいつもありがとうね。そうだよ、もう金梅さんをもう悲観にするっていう流れだから。これ勝ったでしょ。金梅20発、和道34発、ニュイ12発。これ勝った、これ勝った。これは多分俺の予想を勝ったわ。勝ったわ。だんだん哀愁漂ってきたもん。よっしゃ、いい感じですね、これ。これどう思う？勝ちじゃない？これ。金梅さんのモヒカンでしょ、これは。ねえ、イロさんの俺読みが正しいと思うよ。和道をモヒカンにしても面白くねえよっていう、勝ち確だろうね、この流れはね。わかんねえ、最後の5分までわかんねえかんな。でももうずっと止まってるから勝ったと思うよ。何時まで？あと20分。違う、もうあと18分しかない。もう18分、残り18分で結果発表ね。ありがたいね、田中さんね。みんなありがとね。すげえ。これみーすけのグレート花火でとどめでしょ。不動産屋さん、りょうさん、サプリさん。これ嬉しいな。これ2位もモヒカン。いや、ゆうのんびりにモヒカン。女の子にモヒカンかわいそうだから、彼氏が連帯責任でしょ。彼氏がねえ、嬉しいよね、田中さんね。やばいよね、だってもう止まってるもん。金梅さんが苦い顔してるもん。金梅さんも悲観かな。さあどうなるかな。あ、土下座か。土下座してる、土下座してる。土下座してるよ。和道に負けたくありませんっつって。和道に負けたくありませんって。いや、いいよいいよ、今いい感じよ。くだらねえわっつって。いや、意外だったね、たーくんね。俺もうやばいと思ったもん。いやだからあれですよ、こういう時和道リスナーの愛の強さが分かるよ、こういう時に。でも自分で言い出して自分で負けんのはねえよな。自分で言い出して1時間きっかりだよね。じゃあ自動延長切っておくね。あ、やべえ、金梅さんが息吹き返した。あれやばくない？あれ土下座が効いたか。土下座が効いたか、金梅さんが息吹き返したっぽいな。マジか。え、マジで、え、マジで、あ、やばいやばいやばい。え、今何対なん？あれ、金梅さん息吹き返したな。まだ余裕あるか。23発で、うちが何発だ？ 34 発いけるか、まだ。金梅23。コウジさんいらっしゃい。楽しんでて。うん、ここはね、雑談でまったり系の配信だから、社長さんとかとこう仕事の話したりとか。残り15分、勝ったかな。うわっ、めくられた。やばいやばいやばい。え、ちょっと待って。うわっ、ちょっと待って。34発。あ、並んだ？やばいやばい。やだやだやだ、負けたくない負けたくない負けたくない。マジかマジかマジかよ。負けたくない。うわマジかよ。あ、めくられた。マジかよ。マジか。35発。あ、やべえ、負けた俺。あ、やばいやばい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。かわいい。うちの施設。え？施設で。へえ。かわいいピザ。かわいくない？よく見るやつこれ。ミニピザ、そうこうやって、そう見せろ見せろって言われるから先出して。こうやってやるやつ。ありがとう、りょうさん、花火ありがとう、ありがとうございます。サービスピッツァいただきますよ。あ、うまい、うまいじゃない、いい匂い。食べてない今。もう美味しいってことですね。もううまいですよ。あ、いい匂い。いただきます。奥さんが栄養管理して、で奥さん他の会社で栄養管理者だったんだけど。あ、美味しいこれ。うまい。うまい。やばい、金梅さんがやばい。マジ追い上げてきた。やばいです。負けてます。やばいよ。やばいな。不動産のために勝ちたいですね。負けんなよ。言われてたの。すごい嫌だって言う。やべえ、爆上がりしてる。やば。マジかよ。え、ニューも、え、俺ビリー今。うわうわうわ、やばい。やばい。うわ。やっぱ金梅さん強えな。面白いですね。花火ください。お願いします、リスナーさん。お願いします。負けたくありません。負けたくないです。お願いします。金梅さんに勝つチャンスください、リスナーさん。もう嫌です。もう嫌なんで、花火ください。お願いします。お願いします。上がった花火。くれねえのかよお前。くれねえのかよ、ここまでやってやり損だわ。ありがとう花火、ありがとう花火、ありがとう花火、ありがとうありがとう水玉さん、水玉さんありがとうございます。本気ですよ。ありがとう水玉さん、あざーす。お、残り10分来たよ。残り10分残り10分、ありがとうございます。ちょっともうほんとパンツ一丁裸一貫の土下座ダメ。頑張ります。ありがとう。うわー、やべえな、向こう上がりまくってんな。不動産屋さんファンタスティックだ。不動産屋さん30発目ありがとうございます。30発ありがとうございます。残り9分、やばいよ。何対何、今何対何すだ。不動産屋さんありがとう。あざーす。ありがとう。匿名さん花火ありがとう。匿名さんありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう。ちょっと金バイス100発、うわマジかよ。ちょっと金バイス100発金バイス100発かよ。いや、もうやばいです。上がりまくってます。100発バン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 花火祭りです。マジです。和道何発今50発。残り8分、残り8分。やっぱ金バイスさん、やっぱやっぱこれは強いな。いや50発差か。50発じゃねえや、何発、55発差か。ありがとうございます。花火ありがとう。ちょ、みんな力貸して、みんな力貸して。そう、もうこれダブルスコアで負けんのダブルスコアマジか。金バイさんやばいね、金魚バイさんね。うわダメだ、止まんねえわ。金バイさんまだ上がってるわ。もう一回パンツどけた効果あるかな。パンツ脱いだらバンされます。いやパンツ脱いだらダメです。パンツがギリギリなんだよ。マジか。 M 字開脚は多分逆に怒りますね多分花火返せって言われますねいやありがとう田中さんね。パンツどけ座って頑張る。パンツどけ座やばいなやべえな。やっぱ花火師アップルちゃんっていう人がすげえんだ。アップルちゃんが100発投げたんだ。アップルちゃん100発。いやもうそうなんですよ、花火師って呼ばれるんですよ、花火投げる人。また花火ちゃん10発投げた。マジですか。あ、このアップルちゃんですよね。花火ちゃん何しても起きてるんですか。いやなんか FX とか株のトレーダーでこうずっと見ながらトレードしてるんで。じゃあもうちょっとすごいんですよ。はい、もう数億稼いでる人とかもいるんで。やばっ、悔しいな悔しいな。ちょっと難しいですよ。うそボカンボカン。ここのアイテムボックス触るとアイテム数見れますよ社長。ここをポチッと押すとアイテムの数全部見えます。あ、そうなんですか。はい、本当だ。やべえな、アップルちゃん半端じゃないな。アップルちゃん有名になったね今晩で。マジかよ。止まんねアップルちゃん、誰だ。まさかこんな終わりになるとは思わなかったわ。みんなお金の人じゃないでしょ。全然。僕西新宿です。住んでるのが拠点は東京ですね。なんでまだお金ないの？あ、もともと千葉で知り合いで、はいはい。ちょっと遠征に岡山リスナーさんにも会いたくて。マジか。止まんねえな。100発差か、すげえな。3倍差で負けんのか。金梅アンチとかをこれに勝たせようとかないもんな、多分な。マジか。残り4分です。これ別に切らなくていいのかな、放送。このままでいくか。延長します。パンツ土下座行く？パンツ土下座見たいの？多分。でもパンツ土下座そんなに効果なかったよ。頑張るよ。うわー、来た、うどんさん屋さん。40発目ありがとうございます。金馬、すごい。不動産屋さんの男の40発目ありがとうございます。残り何分？残り3分。誰かいない？くそ、こういう時にな、中田さんがいたらな、やばいね。夜弱えかんな、俺。夜ちゃんと配信やっときゃよかった。真夜中強いかんね、俺。朝方と。やべえ、アップルちゃん止まんね。アップルちゃん、やば。くそー、パチパチありがとう。ありがとう、パチパチありがとう。ギャッギャしてる、ギャッギャしてる。アップルちゃんやばいっすね。超やばいっす。匿名係長っていうのは名前がバレたくないからって言って、匿名ってボタンを押すとみんな匿名係長になるんです。要は私が投げてるのをみんなにバレたくないっていう。はい、また特命係長投げまくってんな、これ。やばいですね。特命係長投げまくってる。あ、みんなだから頭に特命係長投げる。そうですそうです。みんなで投げてるんです。マジかよ。あと1分。うわ、金梅さん止まんね。止まんないね。マジかよ。ニューイと並んだ。マジでニューイにも負けんの、俺。いや、ニューイには負けたくねえわ。ニューイ58発マジで。誰か力貸して。ニューイに負けたくない。ニューイにはやだやだやだ。ありがとう、リオさん。クールハーミー2発ありがとう。ハーミー2発ありがとう。よかった。ニューイには負けたくない。ニューイには嫌だ。せめて2位、せめて2位にして、せめて。ありがとう、りょうさん。ニューイに抜かれて、頼む、みんな。ラスト1分。頼む、ニューイに負けたくないわ。ニューイ78発。ふざけんなよ、俺。ビリかよ。ありがとう、コウジさん。ファンタスティック花火10発、ありがとう。コウジさん、ありがとう。コウジさん、ありがとうございます。ありがとう、不動産屋さん。50発目、50発目花火ありがとう、不動産屋さん。あざーす。終わりかな。終わり。ありがとう、花火ありがとう。匿名さんありがとうございます。頑張ります。2位、俺2位かない。水玉さんありがとう。まだあと20秒ある。まだ20秒ある。やったぜ。ありがとう、みんな。ありがとう。ファンタスティック60発目、不動産屋さん60発目ありがとう。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうコウジさん、10発20発目ありがとうコウジさん、コウジさん20発目ありがとう、ありがとうございます。ありがとう不動産屋さん70発目ありがとう、70発目ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あ、80発目不動産屋さん80発目ありがとうございます。ありがとうございます。80発目ありがとう。やばいやばいだった。ありがとうございます。2位かみんな、合計いくつ、合計終了かな、合計122発ありがとうございます。ありがとうみんな、122発です。ありがとうございますリシドさん。でも銀盤さんやっぱ強いな、強いね銀盤。はいおうん、あ、大丈夫大丈夫。ありがとう10発ありがとう不動産屋さんありがとうございます。不動産屋さんトータル100発じゃない？ 1 時間で100発投げたすっげえ社長が引いてるありがとうございます皆さん、応援してくれた方ありがとうございます、ありがとうございます。すげえ、2位、112発。あ、やべえな、金梅さんに負けたわ。ごめんね、金梅さんに負けちゃった。申し訳ない。俺2位ね。やっぱダブルスコアか、強えな、金梅さん。うん。すごいね。ありがとうございます、リスナーさん。投げてくれた人紹介します。投げてくれたリスナーさん。紹介していきます。すごいね、1時間で6万6000円になりました。ありがとうございます皆さん、嬉しいわ、ありがとう。結果発表、結果発表します。花火を投げてくれた方、不動産屋さんが、100発、コウジさんが20発、水玉さん、匿名さん、りょうさん、匿名さん、りょうさん、みーすけ、みーすけありがとうねいつも。で、サプリさんのリスナーさん、サプリさん、りょうさんありがとう、みんなありがとう、みんなパチパチでありがとうございます。ありがとう和道リスナー、本当にこんなにたくさんありがとう。うん、いや全然貧乏じゃないでしょ、1人で100発投げてくれたんだよ、全然貧乏じゃないでしょ。ミクさん、ミクさん貧乏じゃないよ。で、これ金八さんから電話かかってくる流れなのかな、どうなんだろう。ここムードいいでしょ、岡山だよ。岡山リスナーさん、リアツツね、あのお店へそってお店だから、へそへそ通って安いよ、チャージなしで500円で飲み放題だと1時間半で3000円、1時間半3000円、1時間半しっぽりね、まず1軒目とかさ、いいと思うよ。まあアフターでね使ってもいいし。健太君ありがとう、うんねえ、ありがたいね、みんなありがとうね。リベンジしようぜ、金杯をモヒカンにしようぜ。リベンジとかあるんですか、リベンジちょっと リベンジマッチ申し込む、リベンジマッチ、かっこいいね、不動産屋さんのリベンジしようぜ。え、タイマン申し込みます、タイマン申し込みます行く、ちょっと3人じゃなくてタイマンでやりませんっていう、30分限定で香川さんの場結構安いよね。あ、言うのに通話中か。じゃあ次俺にかかってくんな。てか T シャツ裏返してきてるし俺、急いで急いでねアップル VS 不動産屋ね、ありがたいですね本当に。不動産屋さんだけじゃないよ、普段支えてくれてるみんなのおかげだよ。不動産屋さんの爆投げすごかったけどねでも本当にその1000人 VS、はい、まあ今300人400人ぐらいかな、僕ですか？僕、いや、違いますよ、180人ですよ。いや、今ね、はい、180ぐらいですよ。だから5分の1ぐらいですよ、僕の数的に言ったら。そうですね。うん、そうだから、そう、すごいですよ。ありがたいですよ。ねえ、ヒトラーさんね、いや、金梅さんからで電話かかってくると思う。囲いに声かけ、囲いないっす。飲みが象と戦ってゆうのんびりがソフトモヒカン決定。ソフモヒ、え、ビリでソフモヒなの？ビリがソフモヒなの？え、2位は何なの？ああ、まあ彼女いる、俺も彼女いるから、じゃあ俺は大丈夫だな。俺2位だしね、大丈夫でしょ。俺2位だから。あ、かかってきた。ガドウ君参りました。どうですか、僕の実力。いや、勝てると思ったけど、やっぱ金梅さんすごいっすわ。でしょ？やばいっす。俺10万円だよ、今稼いだの。僕6万6千円です。おお、すげえ。はい。すげえな。はいやっぱ金梅さんにかなわなかったっすよ。悔しいっすよ。ありがとう。今日の旅館代とか稼いだね。そうっすね。ありがたいっす。え、ビリはモヒカンなんですよね。モヒカンだけど、一番負けたのが、はい、誰だっけ、ユーノンビリですか。あいつが負けたから、はい、ユーノンビリがモヒカンにするんだって。あ、ユーノンビリモヒカンになったんですか。そう、あいつが一番負けたから、あいつの彼女が負けたから、はい、そういうこと。まあ確かに女性にモヒカンかわいそうっすもんね。うん、はい。それで話つけといたから。了解です。うん、じゃあ和道君ね、ありがとうね、今日はつけてくれて。とんでもないです、ありがとうございます。うん、俺もいい儲け話ができて満足してる。え、なんすか、リスナーは金派ですか？リスナーは当たり前だろ。リスナー金扱いですか？当たり前だろ。最低じゃないですか、金梅さん。最低なことをしてるんだよ、今。金梅さん、最低ですよ、花火対決。そんなリスナーさんを財布扱いしたら。で、明日も他の誰かとやるから。マジですか？っていうか、僕の花火100発投げてくれた人が、うん、リベンジマッチを要求しようって言って、金梅をモヒカンに追い込むって言ってるんですけど、明日僕参戦させてくださいよ。明日金梅さんリベンジしたいって僕のリスナーさんが言ってるんですよ。いや、やだ。嫌なんですか？やだ。了解。じゃあ僕他の人との花火対決見てます。僕明日上がんなそうだからやんだ。逃げるんすか？逃げるんすか？うちのリスナーさんロックオンしてますよ、もう。ちょっとあまりにも自信満々で来られると、はい、やれない。じゃあまたなんか今度やりましょう。またね、はい、また今度や。了解です。はい、はい、じゃあね、ありがとうね、はい、おやすみなさい。失礼します。おやすみ。不動産屋さん、これ勝ちですね。不動産屋さんが勝ちです。不動産屋さんにビビりましたから、金八さんが。不動産屋さんが全リスナーの自分に刻んでもらいましたから。不動産屋さんの財力に多分金八さん勘がいいから気づいたんだ、完全に。不動産屋さんがもう光りましたよ。不動産屋さん火ついたから火やめとこうとか言ってる。そう、金梅さんが、まあ、ユーノンビリのモヒカンちょっと楽しみだけどね。めちゃめちゃいかつくなりそうだよね。やる気ないか。了解っす。ありがとうございます。本当不動産屋さん、メガホンありがとね、アイナちゃん。うん。かっこつけてるわけじゃなくて、カウンターにお客様もいるし、端っこの席に座って、映ってるんですよ。うん。ああ、とんでもない、アイナちゃん、ありがとね。気持ちが嬉しいよ。言うのんびり全く興味ない。いや、嬉しい、嬉しい。でもやっぱ金梅さんリスナーね、根強いからね、ファンがね。うん、っていうか、なんか金梅さんと花火対決をやるっていうのがちょっと俺の中でワクワクした。金梅さんから無茶ぶりかもしれないけどね、声かけていただいて嬉しいよね、急に。ありがとね、みんな応援してくれて。はい、こんばんは。どうケンちゃんいらっしゃい。ねえ、金梅さん優しいよね。後輩思いだよね。ねえ、嬉しい。え、っていうか俺の1回の放送の最高額じゃないの。花火、あ、違うわ、100、大花火が30発、花火100発だから、そうだ、ね、人生3回目の花火100発超えです。よっしゃ、お礼テロップ書こう。人生初の、人生初の、花火。3回目。よし、テロップ入れとこう。うん、サメちゃんが怒ってる。なんでサメ島さんが怒ってんの。ああ、ネトちゃんいらっしゃい。サメ島さんねえ、サメ島さんが怒ってる理由が分かんないけど、なんでサメ島さんが怒ってんの。サメ島さん放送やってないじゃん。放送やってないよ。うん、裸土下座嬉しかったね。うん、九州行こうかな。今度じゃダメですか、来月とか。この流れで行けます。明日はね、社長と大阪の方に行っちゃうんですよ。大阪、名古屋、なんだかんだビジュアル的に好き。ありがとうございます。はい、より目です。いつもいい。あ、了解です。わかりました。不動産屋さん会いに行きます。ちょっとね、名古屋でもリスナーさんもしかしたらちょっととあるね、いつもコメント書いて、ね、いつも花火くれてる人が名古屋でもしかしたら待ってるかもしれないんで、ちょっとお手洗い行ってきます。いいや。でもなんかさ、いいよね。え、全然いい。やるよ、なんか今日いいオーラが。いいオーラが。りょうちゃん、今日いいっすよね。ちょっと思いつみいいっすけど。りょうちゃんが面白かった。それ違うだろう。何か髪型と服でしょ。髪型はそんな変わってないけど、何かとか変えてるんで。あ、ほんま。目変えた。目変えてます。どこ変えた。言わない。言わない。返しがね、すごいね。さすがすごい。今日の夜終わったら岡山最後だね。いや寂しいな。岡山超いい街だったな。また来よ。トム・ソーヤ池上さんバール持って金梅さん襲撃してんの本当なのこれ。なんで池上さん亀有にいんの夜のドライブ？まあ大丈夫だよ。社長の車乗ってるから。トラさん大丈夫大丈夫ありがとう。最後に140って何？ 140？ 140？ やべえ。やっぱお酒うまいな。140発買ったの？マジですか？え、140発今持ってるんですか？え、どういうこと？まだ140発？え、だって130、え、どういうことだよ。132発って表示されてるけど、なんだろう。不動産屋さん12345678990発か。90発いただいてますよ。123456789 90発いただいてます。すげえな。遅れなかった。まあ時間っすよね。難しいっすよね。タイムラグあるし、タイミングが。花火師さんがよく言うのが、花火投げるタイミングが難しいっていう。うん、そうなんですよ。花火って難しいんですよ。タイミング、花火のエフェクトでラグがあるんで、残り5分で仕掛けないといけないとかいろいろあるらしいですよ。花火師さんにも多分残り1分で仕掛けたかったんですよね、多分不動産屋さんが。今いや、いいんじゃん。これですか？リング。いや違う、スクロームハートじゃなくて、これオザ・アブストラクトって原宿裏原と、これがブルガリで、これが、小学生の時に初めて買ったシルバーリングです。思い出。だからもうなんですね。そういうお店だと思うんですか？小学生の時に。小学生になんかララポートって言ってショッピングモールがあって、そこで生まれて初めて買ったリングはこれですね。うん。だからなんかずっとつけてますね。その値段の薬指は意味はないですか？特に別に意味とかじゃなくて。型もずっとつけてるだけですね。うん。あ、これ沖縄で買ったシルバーとか。ジャラジャラつけてるの好きなんですよ。シルバーが好きなんです。シルバー作ってるんですよ今。シルバー好きで、はい、うん、おブルーレッツさんいらっしゃい。なんかシルバーブランド作りてーって冗談で言ってたらリスナーさんに呼び出されたんですよ夜中で。酔っ払ってて「いいから来い」って言われてタクシーでブーンって行ったら、そこシルバースタジオのなんていうんですかね、あの職人さん、要は裏方で制作する工場だったんですよ、スタジオだったんですよ。でブランド立ち上げたいんだろうっつって、道具全部あるから作ろうって言われて、で今作ってるところなんですよ、はい、面白いですよね。ありがとう100発目ありがとう不動産屋さんそう不動産屋さんまたけど、まあ、余ったからいいよってなんかいっぱい買っちゃったみたいで、はい、ありがとうございます不動産屋さん。シャンディーガフお願いします。不動産屋さん気になる。なんか九州の方みたいですね。うん。ツイッター交換。うん。僕も会ったことないんですよまだ。あ、そうなんですね。はい。次九州行ったらそうですね、ちょっとお世話になりたいですね。ともちゃんいらっしゃい。楽しんでるよ。楽しいよ。岡山の人みんないい人、ご飯おいしいし。今日エビ飯食べたよ。エビ飯なんか思ってた味と全然違った。見た目とはね違くてね、優しい味だったね。なんかそば飯みたいなしょっぱい味だと思ったら、これデミグラスソースなんですかエビ飯って。いやデミグラスソースじゃないよりは、なんかもうちょっと濃いとんかつソースみたいなの近いと思います。なんかしょっぱくなくて香りが良かったんですよ。今お店が多分ちょっとなんかいろんなとこ増えてるからだんだん変えてるとは思うんですけど、なるほど。元祖っていうのは昔あったんですけど、はい、それはソースの味がするんですかちゃんと。そうですそうです。もうなんかほとんどソースの味がメインで、エビとか卵とか入ってるじゃないですか。はいはいはい。あ、そうなんだ。たまたまなんか洋食屋さんっぽいところに行ったんですね僕は、うん、社長が連れてってくれて。こんな感じだったよ。ああサラダバッグさんいらっしゃい。これは倉敷の、ま、写真撮ったけど肉眼ではこう見えてたの。これがずーっと続いてるの。すごい綺麗でしょ。なんか江戸の。ありがとうございます。黒い米だよ、うん、黒い米。あとでツイッターにあげとくね。いや濃くなかったっすよ食べたら。すっごい綺麗だった。え、セブンイレブンで売ってるんですか。らしいです。マジっすか。買ったことはないですけど、おにぎりのあ、買ってみよう。昔倉敷の証券会社に勤めてた。へえ。うん、うまい。エビ飯黒かった、うん、明日大阪どこ行く。家が大好きなんですけど、おいしくないですか。苦手ですか。甘くて。炭酸で割ったらまだいけるけど。漢方の。なんか海外版の薬用用ね。おお不動産屋さん行ってらっしゃい。誰だろうお気に入り、誰なんだろう。お気に入りの女配信者とか言ってくるっつって。行ってらっしゃい。まあ、そう好んで飲むもんじゃない。罰ゲーム。動物の絵描いてる。本当ですか。あ、動物じゃないか。鳥の絵とか味わって飲むやつじゃないです。グッと言わないです。明日でも休みです。でも家があってあれなんですよ、二日酔いを止めるために飲むらしいですよ、ドイツ人は。らしいですね。だから風邪ひく前とかもそう言われて飲んだりとか。でもやっぱお体質違うんで、ちょっとあれが聞かないかもしれないですね。パンチで土下座するの何の土下座ですね。花火くださいって花火じゃない。あ、フォローぜひぜひ大歓迎。フォローして。フォローよろしく。大丈夫大丈夫。この距離では聞こえない。え？小野さんジオン好きなんですか？ジオンって呼んでます。あ、ジオンってか。本名で呼んでます。Gドラゴン。え？Gドラゴン好きなんですか？何すか G ドラゴンって。ビッグバン。あ、わかんないです。俺ジオン大好き。まあかっこいいかな。俺は本当はさ、痩せてたらさ、さジオンがサスペンダーしてんのよ。知ってる？かっこいい。ポロシャツでさ、サスペンダーやった。ああ、わかりました。北島康介。僕は多分北島康介。じゃあ、会う時教えてください。いや、俺、会わない。全然俺関係ないから。ただ、たまたま、まあまあ。で、俺、本当に GD 見たくない。かっこいい。トークの方がかっこよくない。トークかっこよくない。トークかっこいいです。全然かっこよくない。男らしいじゃないですか。クラちゃんジオンだよな。いや、中性的でしょ。でも中性的。いや、それはなんかもう才能が溢れてるからオーラも絶対あると思います。まあそうなんやけど、いいじゃん、憧れないから。だからさ、ジジイがさ、ガラシャツ着てんの。ガラシャツにさ、ニット帽のさ、ニット帽なんだけど、バッテリーのやつ着てて、俺私服パクっててさ。結構 GD のファッション買ってる。はいはい。まあでもそんな高くないけど、かっこいい。シャツにさ、このニット帽のさ、つば付きで、かっこいい。着こなしを。GD が論言するやつだから俺もびっくりしたんだけど、すげえクレーム。似合わないです。Gドラゴンおしゃれですね。もう Gドラゴンも世界一だよ。でもビッグバンってなんかおしゃれじゃなくてもただただ派手なだけですよね。いや、俺も好きですね。じゃあの人たちがやるからおしゃれって言われてるだけで、普通にあれやってる人いたら引くでしょ。みたいな。顔色だ。ほらそういうことなんですよ。なんかビッグバンだからいいことなんですよ。それは。今日ビッグバンのコスプレできたから。それただ派手なだけだ。いや本当にちょっと痩せてリベンジするわ。でもなんか金髪のキノコみたいな時あったじゃないですか。わかります。あ、金髪結構いい。持ってるんです。いや、あの頃めっちゃ痩せてたんです。かっこいい。中性顔ですよね。黒いマスクとかつけて。あ、それもだからビッグバンクらしてる。そうだね。白マスクつけて韓国行った日本人とか。白いマスク。年末にさ、韓国でも再婚してさ、ナクラちゃんな。50万円のセラマッカ取り買っちゃった。なぜ？ね、50万円のセラマッカ取り買っちゃった。クラちゃん最近使ってる？使ってます。はい。いや使ってます。今日いやクラッチが違ったよ。癖で同じ使っちゃうんですよ。でダメになっちゃうんですよ。なんで交互に使わないから。それが見れた時はいいんですけど、結構中性が。それなんだよ、もう目見えてないぐらいキノコ。あ、キノコはダメだな。あれダメです。あれはね、黒歴史。言われたくないと思いますけど。そうでしょうね。何しろ俺だってジオンダメだからね。え、そうなんですか。そうだよ。へえ。ソル結婚しましたね。ソル結婚した。ソルはね、筋肉すげえからよ。ソルで一番この小柄で、なんかムキムキなんですよ。でもソルも小柄っつったってね、まあまあ。Gドラゴンよりは高いでしょ。Gドラゴン。Gドラゴン高いよ。Gドラゴン背高い。本当ですか。74ぐらい。岡山見て。ソル170歳。ソルね169ぐらいしかない。どうですか。これも170歳。なんで知ってるんですか。俺もう詳しいから。Gドラゴンはそのプロフィール180とかってなってて嫌だったんですよ。自分は。で自分の PV で身長出したのちゃんと。だから男なんだな男は。何歳ですか。174です。でも高い。でもだからその公表される182とか公表されるけど嫌だ。ガチで絶対ないもん。ない。見たらわかる。だって彼女元カノの方が背高いから。なんとか水原。そう。なんであの女と付き合っちゃったの。でも日本人が好きなんだ自分で。似たような系統好きですよね。そう、歌詞結構日本人じゃないですか。まあそうでしょうけど、まあでもやっぱ日本人だから。歴代彼女3人も日本人だから。それジム日本だよ。韓国のポスターとか貼られたら面白い。コンセプト無理でしょ。じゃあ名古屋のお寿司屋さん行ったんですか。いや、有名なとこ知りません。ビッグバンファンならみんな知ってますよ。うん、そのコンサートなどに行ったとこ、もう若い女の子が、もうすごかったですから。絶対行ったと思った。そういうミーハーなんですよ。で、なんかその、食べに行った後に、なんかその、同じお店で食べたいみたいな。あ、なるほど。そのセンスはいるから。そう。でも、ここはビッグバンのコンサートのサービスとしてます。駅前の。ああ、K-POP の。ね、クーランさ、そこさ、赤羽屋、ちょっとじゃさ、連れてったよね。で、月の明かりってあれでしょ、かずみママの息子がやってるところでしょ。ちょっとじゃ。で、どこで、愛知ですか。はい、住みましたよ。ああ、行ってないです。いや、僕は愛知で、友達、本当何回か。それね。ないです。あ、本当。で、ゴールデンウィーク帰ってくる、ゴールデンウィークだと、長期休暇空いてたんですよ。迷ってます。で、アパレルやってた人。家族になった方がいいね。うん、パワー落ちるよ。それがそのスピリチュアル的に。アパレルショー。親に感謝しなければ、また強いと落ちる。はい。仲いいっていうか。いや、知らないと思います。今そこにイタリア人がさ、お父さんがハンバーグを息子がおるんですよ。社長、シルバーバーツのレイ君って呼んだことあります？シルバーバーツのレイ君ですか。はい。あれスピリチュアルもバイブルって言われてる本なんですけど、好きなんじゃないですか。僕好きですね。僕もちなみにこのケイシも同じ仕事なんですよ。へえ。あ、回ってます。切ります。全然いいですけどね。予定すっぽかされて、本当はね、ビーガンなんなきゃいけないんですけどね。へぇ。ビーガンになりたいよね、クワちゃんね。うん。ビーガン。ほら。あれかな、バカバカ。いいで読んでないですね。読んでないですね。ビーガンでも寿命縮まりますよ。言いますよね。危ないです、絶対。なんかね、堀江貴文がビーガンを教団して、っていう記事最近出てたけど。ああ、だから空き缶拾いの神様っているって言ったじゃないですか。女性ですよね。ビーガンなんですよ。だけど僕ビーガンの中で本当にすごいおばちゃんで、その人に、ね、なんで肉食わないのって聞いたんですよ、はい、その時の返しが感動して忘れられないですけど、殺生じゃなくていやっていうかそのおばちゃんはそういう本とか勉強したわけじゃなくて光が見えるって要は神様が見えるって言うんですけど、ちょっともう肌から見たらもう行っちゃってるおばちゃんなんですけど、すごい仲良くて浅井さんって言うんですけど、浅井さんなんで肉食わないのって聞いたら、私は逃げるものは食べませんって言うんですよ。だからスピリチュアルとか知らないんですよ彼女は。だけど気づいたんですよ。そう逃げるものを食べないって深いですよね。やっぱり、だって置き換えがあるんですよ。だって例えばですよ。ちょっとね動物が食べる側、人間食べられる側の方が言ってた気が狂いますが、結局そういうことなんです。なるほど、食べられる側になったら気が、なるほど。だってライオンがどうこうとか言いますけど、日本じゃない人間がそこなんですよ。1ヶ月200万、生物界で言ったら食物連鎖の焦点ですもんね。事故した時のでも少なくともなんかね、命あるものをいただく場合には感謝をしなきゃいけないなと思います。だから知ってます？いただきますって英語にないんですよ。あ、持ってきました。いただきますってよく日本のアニメとか向こうで放映される場合、I'm eating って言ってるんですよ。意味わかんないですか？私食べる。で、いただきますってじゃあいただきます英語でないんじゃなくて世界の感覚でないんですよ。いただきますっていう言葉は日本にしかないです、概念として。命をいただく。じゃあちょっと岡山トークしますか。しますか。いや切れてないです。切ります？あ、ちょっと移動して。あ、じゃあ切りますか。じゃあさ、みんなさ、そろそろ終わりにするよ。あ、いいですか？え？いい？配信？あ、オッケーです、オッケーです。もちろんもちろん。移動しましょうか。じゃあちょっと移動するわ。配信切らないです。よいしょ。席移動する。社長フレンドでいいですか？はい、社長フレンドで。どうしようかな。席位置どっちカメラに持って。こっち両方いいですか？この辺でいいのかな？この辺かな？ちょっとゲストはい。届くかな？こうしようかな。あ、ダメだ。2人が限界ですね、こっち側。いいですか？いや、迷惑だもん、全然。こんなのテレビでも何でもないですからね。りょうちゃん一緒に出ようや。はい、ちょっと一緒に出よう。りょうちゃんと一緒に入っていいですか？もちろん。りょうちゃんがよければ。りょうちゃん行こうや。俺が。ちょっとさわちゃんちょっと。さわちゃんちょっと逆に僕まだ岡山3年じゃないですか。あ、まあちょっと僕これ着ていいですよ。いいですよ。着きましょう。澤さん、昨日のズボンめちゃめちゃかっこよかったんですよね。あれ、これ、これはダメですね。ダメなんですか？昨日のズボンもよかったです。昨日の服好き、これダメじゃないですよ、全然。形がだからこういう形なんですよね、要は。僕はこういう形が好きなんで。はい。かっこいいですよね。じゃあ澤ちゃんどうぞ。紹介します、僕が逆に。あ、いや、こっちがこの2つしか映んないです、席は。恥ずかしい。イエーイ、映ってない。ちょっと後から薬剤師さん。はい。画面暗いかな。社長フレンド。インタビューは難しいんですよ、結構角度が。りょうちゃんは絶対来てもらえないと困る。すいません。岡山のことは話せばいいですか。そうですね、はい。岡山トーク。僕なんかでいいんですか。KP しますか。KP しますか。こんな感じで OK、みんな OK だったら手挙げて。お疲れ様です。お疲れ様です。KP。澤さん。お疲れ様です。KP。昨日すいません、なんか全然絡めなくて、すごいなとか思って。いやもう和道さんはやっぱりはいカリスマなんでね。いや全然全然岡山に来ていただいて、いやいやカリスマでも何でもないですよ本当に。いやでも見ればこう話を聞けば聞くほど。みんな見れてる？コメント止まってるけど見れてる？見えてたら手を押してて。すごいです。レスポンスないと電波止まってるのか不安になるから。テレビみたい。いやなんですかね、もともとなんかそのドキュメンタリーの映像関係でなんかやりたいなとフリーで思ってて、僕してましたもんね。そう実はホームレスの経験があって、そうなんですよ。それをなんかそのホームレスでありながらそのどっか俯瞰的に見てて、なんで日本にホームレス生まれてしまったんだろうって思って、そのホームレスの方と仲良くなって、これ絶対本とか経験で活かせるからと思ってすっごい人脈作っていったんですよ。でそれを映像でも撮らせてくれるまですごく時間かかったりとか、まあ、そういうなんかドキュメンタリー映画とか1本撮りたいなとかも思ってたりとかしてて、で面白いのが、英語でホームレスって言葉、ハウスレスだと勝手に思ってるんですよ。家がない人だと思ってるじゃないですか。そうですね。でもホームレスって段ボールでも家はあるんですよ。そうじゃなくてホームレスってなんでなっちゃうかっていうと、家庭がないからなんですよ。帰る場所がないから、そうホームがないから、ああやって路上生活者になっちゃうっていうのに気づいたんですよ。その3年間で。なるほどなるほど、確かに。帰る場所がないホームレスっていう。だからその家でっていうタイトルで映画撮りたいなとか思ってて。ああなるほどですね。で帰る場所を作りたいとか。まあまあそんなことやってたりとか。近年それこそこれこれチャンネル見たんですけど。はい。親と喧嘩するじゃないですか、はい、女子高生とかね、はい、女子大生 で家帰る気がないわけですよ、うん、ホテルも、ね、安くないっていう経済人だったらまだあれですけど、はい、女子高生なんてお金ないし、はい、でしょうがないからネット、はい、ツイッターとかで家出少女とか「はい、ハッシュタグ家出少女」っつって、はい、訳も分からないやつの家に泊めてもらうわけですよ。いかがなものかと。でこれチャンネルがめっちゃいいこと言ってて、はい、これもう女の子もそれは良くないけど、まあ、こういう SNS ツールがあるから要するに避暑地になってしまうのもあるし、うん、それを女子高生相手が未成年って分かってて止める大人が悪いって言うんですよ、うん、僕昨日の配信で、うん、いじめするやつが悪いって相談したじゃないですか、はい、同じ理論だと思う、うん、俺ね、なんでこの止めちゃうのかっていう、ネットモラルなさすぎんかっていう、難しいっすよね、うん、めちゃくちゃ思うんですよね。すいません、知り合い。いや、僕、紹介しちゃっていいんですか、そのリスナーさんに、どう伝えていいのか、僕、どこまで喋っていいのかわかんないんで。あ、僕のことですか。喋ります。澤ちゃんも。そう。僕、澤さん、すごい面白いと思ってて、そんな、そう。すごい面白いの。実は昨日、配信切った後に、すごい飲ませてもらって、キャラほら面白い人発見記じゃん俺ですごいビンビン感じて、あそういうの言わないそういうの言わない。ずっとファッション関係で仕事されてたんですか。いやそれあんまりそこはね、まあ今まではなんですなんていうんですかね、今までの仕事は手帳、和道さんに同じものいっぱいと私も同じものいっぱい。エンターテインメント。エンターテインメント。なんかこう喜ぶ人がこうなんか。難しいです。りょうちゃんなんて説明しなんて言えばいい。何をですか。あちょっとりょうちゃんっていうしもべ僕しもべなんです。ちょっと説明しよう今までの俺の人生。今までの俺の人生は。一応 YouTube なんでね。あ、ごめんなさい。りょうさんハーフなの？ハーフではないです。あ、同じものです。はい。多い美人。ハーフっぽいですね。ね。俺もハーフでしょ？りょうちゃん。ね。うん、人形さんみたいだもんな、本当に。さわさん、本当さわちゃん、その僕まあ本当さわちゃんと知り合ったのは本当最近なんですよ。ここ1、2週間くらいなんですよ。で、もう本当に、まあ、僕陰キャじゃないですか。で、本当に飲み行こうよって誘ってくれる人もあんまりいなくて。はいはい。もう本当数人ですよ。本当僕は3年ですけど。わかる。本当2人くらいかな。もう1人ちょっと本当は放送したいけど、まあいろいろコンパラがあるんであれなんですけど、と1人いるんですよ。そのまあボスみたいな。で、さわちゃんさせていただいて、もう本当朝まで飲んで。なんでそのダイヤモンドを変えたいっていうそのファッション業界で今の事業をしようと思ったんですか？あ、今の。はい。え、イタリア。そうそう。え、説明してもいいですか？いいですよ。リスナーさんに。お願いします。昨日知り合ったばっかりで僕も全然ざっくり全然情報分かってない部分が多いと思うんですけど、イタリアフィレンツェですか？フィレンツェです。フィレンツェで服のブランドなんですか？ファッションブランドなんですか？シルバージュエリーです。ジュエリーのブランドを立ち上げるんです。はい。立ち上げてる。もう立ち上げたばっかりでっていう。すごくない？で、なんかシルバーのことちょっと教えてくださいとかファッションのこと教えてくださいって言って、昨日ちょっとバタバタしてたからあれで。なんでそうブランド立ち上げようと思ったんですか？最初はきっかけは占いです。占い占いで、あなたはジュエリーをした方がいいって言われて、もうそれを信じて。いやでもいいっすね、シンプルで。いや本当なんですよ。でもピンときたんですか？それだみたいな。最初パーッとなって、こうじゃあその全くその自分では想定していなかったというか、想定なんか全然してないんですよ。すごいな。この先人生どうなるかな、どうなるのかな、はい、僕はみたいな。まあいつもポジティブなんで僕は、はい、こうどうなるのは、あ、何かをしないとダメって言った時に占いで10位。ありがとうね。え、それ何年ぐらい前ですか？それはもうね、10年ぐらい前です。あ、じゃあもうそこからはジュエリー行こうと思って。そう。それからもう10年の間もう、はい、いつになったらこうスタートするのかなと、やっともうこの10年越しにもやっともう形になってきて。まず最初になんで日本じゃなくてこうイタリアでやろう。イタリアにゆかりがあったんですか？もともとイタリアの命も知らなくて。いや最初もう最初だから、その東京の学校に行ったんですよ、ジュエリーっていうのをどうすればいいのかなと。でその時になんかこう学校に行ってこうしてたんですけど、もうなんかこう苦痛で、こういうこと僕に合わないのかなと。作るの、ジュエリー作ったりするのが合ってないかな。それでもずっとしてたんですよ、僕はね。ずっと勉強。それで僕のちょっとすごい大親友の尊敬する先輩であり、まあ友達みたいな人いるんですけど、その人がなんかジュエリーをするのはイタリアに行った方がいいと。なんか 4°C の女の子と仲が良くてね、それで言ってくれて。なるほど。でイタリア語も知らないまま行ったんですか？いや、それでその時なんかワールドカップしてたんですよ、はい、フランスとイタリアね、はい、でフランスからどっちがいいのかなと思って、まあ、優勝したとこにしようかな。そしたらイタリアが優勝したんですよ。あの人がこうヘディングしたんじゃないですか、ジダンが退場したんですよ。その時の優勝したのがイタリアだったんですよ。イタリアンがそれでイタリアに行こうって、それでもうイタリアに決めて、でイタリアに最初ちょっと3ヶ月ぐらいイタリアを一周旅、いろんなとこを回って、でこう回ってこう、それはある、そこでこう、まあそっからですね。要はなんかめちゃめちゃすごいですね。パワフルですね。そうで、イタリア語も素晴らしいです。もうマスターしてるんですか、イタリア語は？ポキーノマ。ポキーノマ。ポソパラレコアンドラボロ。何言ってるか全然わかんない。イタリア語喋れるリスナーさんいないの？あ、ちょっと僕いいですね。ね、コメントでイタリア語とかできないの？誰か。たまにいるんですよ。ローカルな言語。絶対いるでしょうね。いるんですよ。やっぱ100人とか集まると。僕ね、さわちゃんとまだ2週間なんですけど、すごい魅力があるんですよ。そう、いいバイブレーションを感じる。そうですごく引きつける力があって、うん、で僕本当にこの配信とかのずっと前、2週間前にそれこそね飲みながら、はい、なんでこのジュエリー行こうねっつって、はい、で和田さんも昨日の放送で言ってましたけど、熱量があるってこちらの人って言ったじゃないですか、はい、目に輝きがある。本当に俺澤ちゃんからお話聞いてすごいなと思って、熱量もあるし、そのもうとにかく熱量がすごいなと思って。あります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 。多分それ風邪ひいてたんじゃないですか。それは体温の方ですけど。でも俺さ、社長、ドラゴンボールのキ、まあハンターハンターで言ったら年、スターウォーズ行ったらフォース、いっぱいありますよね。覇気とかいろんな形容であるじゃないですか。でも現実社会どっかでないって思いながら、漫画とか映画とか見るときにスッて入ってくるじゃないですか。見えないだけで僕あると思いますよ。そのあります。うん、100% 感じますもん。霊力と言ってもいいし、オーラという人もいろんな言葉があるけど、あれ指してるのは全部一緒なのかなと思って。やっぱ今日それこそオフの時配信してない時にこの、ビジネスイコール熱量だっていうのをちょっとお話してたじゃないですか。本当まさしくその典型というか気持ちいい。やっぱ熱量ある人が勝つと思うんですよね。だから気持ちいいですよね。そうですね。だからやっぱりそうある。で近年やっぱ熱量ある人減ってると思うんで。ね、さあ熱量がある人は減ってるんじゃなくて、熱量を知らない人が増えた気がする。ああなるほど。昔は自然と熱量とか意識してなくてこうパワフルだったんだけど、なんかなくなったのかなとか思ってて、そういうのが。でちゃん。そろそろ来てこないとダメよ。すごい撮るよね。あんなに撮るんだ。加減を知りませんのでね。当店の店長、ナミですか。すごい。船長ですかね。そのイタリア行ってデザイナーさんがすごいんですよね。デザイナーはまあ一応バレンチンの専属デザイナーなんですよ。どうやって出会うんですか。そこね、言っていいですか。いや、聞きたいです。それね、僕まあそのイタリアで学校行ったんですよ、ジュエリーの最初ね。はい。あ、イタリアに行って、イタリアのジュエリーも行ったんですか、学校。イタリアの学校に。あ、なるほど。ジュエリーもね、ジュエリーのこう、そこまで一緒なんですけど、作ったり、デザインしたり、そういうの行ったんですけど、まあそこも一緒ですよね、要は。作るのにテンションが湧かないっていうか、まあでもちゃんと一生懸命しましたけどね。それはやっぱり僕もねやるからにはやっぱ僕こうチャラチャラ見えてもバシッとこうねで失敗してたんですけど、やっぱりねなんかこうああとなってでそのなんかそのちょっと離れたところにそのフィレンツェの街のちょっとこう地域が悪いところがあるんですよ。サントスピリトっていうサントスピリトスラム街みたいなそこには絶対行くなって言うんですけど。やっぱ僕はもうそういうところに行ってしまうんでね、勝手に体がスーッとねで行った時にそんな悪い人ばっかりっていうけど全然そんなことないんですよ。みんなね確かにそのいろんなね人種の人がいますけど、なんかこう難民の人もいればやっぱりイタリアは難民とかすごい大問題。そんなことないんですよ。みんな心が温かくて。やっぱ坂本龍馬も言ってましたけど自分の目で見ないと。うん、その通りですね。それすごい僕そこでいろんな友達ができたわけですよ。はいはい。もう普通の人が出会えない、そこの地元の、そういうところからだんだんねこう紹介したんです。である日、だからそのまああるちょっとデザイナーをと契約問題の時に、破棄になったんですよ、一つちょっといろいろ。でも、もう、ああ、どうしようかなと思った時に、その僕の友達が、すごいデザイナーの人と。でも、その時彼は休業してたんですよ。その、まあ、グッチとか、フェンディのこの F とか、そういうのを作った人なんですよ。すっげえ。フェンディのF とかも作ったんですよ。デザインしてたんですよね。そのデザイン反転項目あれをデザインした人なんですか。アレッサンドロ・カルチョ。僕これ初めて仕事始めるんですけど、聞く前からやっぱこうすごいなと思って。すごくない？みんな聞いててなんか面白いでしょ。だから絶対ね、さあちゃんバズるから。いや絶対ね注目しといた方がいいよ。この放送ね本当ね。神回になるよ。多分僕それ思ってたの。本当に神回になるからね。なりますか？当然です。で紹介されて、そのすごい子がいる、休業してるけどって言ってあったんですか？そこに行ったんですよ。はい。その時彼はなんかね、なんかこうね、粘土でこうね、なんか粘土なんていうんですかね、こう造形をしてるんですよ。はい、粘土で。でこうパッとこうで僕が君は何って何がしたの？僕がパッと見た時は正直ね、何このおっさんって感じだったんですよ。なんだこいつ。白人なんですか？それは白人、まあイタリアン。イタリアン。でちょっとこうまあ小柄な人でまあ本当。何このおっちゃんって感じなんですよ。大丈夫かなと思ってね、僕のままでそこをなんかこうコンセプトどう言われないでから、僕はもうコンセプトがきっちりしてたんで、はい、はい、ダイヤモンドの価値観を変えたいと。そのため僕が一番しびれたのが、はい、そのダイヤモンドをダイバーシティ化したいっていうのを聞いてしびれたんですよ。それフグかなんか食べたんじゃないですかね。しびれて実は食べてきた。ちょっとなことはないんですけど。ちょっと滑った。そうもっと一般的なものにしたいってことですか？ダイヤモンド。そうなんですよ。結局僕まあそのねその10年間の間いろんな国に行ったわけですよ。宝石のインド行ったりパキスタン。日本が異常にダイヤモンド高いんですよね確か。その外国に比べて違うんですか？いや。僕は高いべきであると思うんですよ。高いべきである。すごい価値のあるのでね。結局まあその何億年何十億年かけてダイヤモンドはこう地球のこのちょっと言葉が出てくるわけですよ。選ばれたものが。日本人ってメレダイヤってあるじゃないですか。例えば。まあデビッドなんとかってあるじゃないですか。デビッドなんとかウィンソンとかダイヤのブランドあるじゃないですか。カルティエとかハリー・ウィンソンとか。そう1キャラ2キャラのダイヤモンドそれは当たり前の価値あるんですよ。だけど日本人ってメレダイヤとか指輪とかメレダイヤとかありますけど軽視してるじゃないですか。なんかまあクズダイヤだろみたいな。で僕も実はそう思ってたんです、正直言って。さあちゃんの話聞くまででメレダイヤどうこうって話になった時に、さわちゃんが即答で「いやメレダイヤって小島さん言うね荒沢おじさん言うけど偶然の産物とか奇跡の産物なんですよ、メレダイヤだとしてもそれすごくパワーがあるんです」って。ああ確かにそうかもしれないなと思って。御徒町でほらシルバーの人いるって言ってるじゃないですか、賞金だから一種のパートナーとかいっぱいいて、この前ダイヤのこと教わったんですよ。でそしたら世界一を歌ってるそのアメリカのダイヤの査定の会社があるんだけど、それのジャパンっていうのがあって、実は経営別らしいんですよ。名前はついてつながってはいるけど、で実は世界的に見て日本の方が審査厳しいらしいです。アメリカの方が世界一って言われてるけど、その日本が同じやつを査定してもアメリカの方は甘いらしいですね。だから日本のダイヤって結構そのすごいレベル高いらしいですよ。僕もその辺はにわかなんでわかんないんですけど。でもそれ僕のあれレベルさっき和田さんが言った、確かにそれはね。そうレベルとかを求めるんだったらやっぱなんか例えばカルティエとかそのハイブランド行った方がいいんですけどね。でもまあそのダイヤのもともとの持ってるその性質とかその持ってるまあパワーなんかあんまりねパワーとかなんか言ってなんか臭いかもしれないですけど、僕のリストは大好きですよ、こういう話。本当なんですよ、あるんですよパワーが絶対に。花とかいうのが一緒でね、なんかこうまあとにかくそれを求める人はうちのブランドに来てほしいですよね。だからそういう本当にパワーじゃないとこをサイトとかってなんか検索したら日本語サイトはないですか？やっぱイタリアのあれ、まあ、もうイタリア語しかないんですよ。最初はもうイタリアで勝負したいんで、なるほどなるほど、やっぱ中途半端にね、日本の人に、うん、っていうよりもやっぱり向こうで勝負したいっていう、向こうで本場でやっぱりバシッとならないと意味がないんでね、やっぱブランドにする以上は、まあまあそうですよね。だからやっぱ向こうでこう勝負するんですけど、やっぱり日本とかアジアのものをパパッと入れないですよね、パパパパッと。海外じゃフィレンツェにいるんですか、はい、ずっと半分月の半分フィレンツェにいらっしゃるんです。かっけー俺も言いたいよ、まあ僕かっこいいと僕なんですよ、フィレンツェがね、イタリアがね、フィレンツェがイタリアかっこいい、ああすごいよな。僕はもうもしもし今フィレンツェって言いたいよ俺も。りょうちゃんじゃあそろそろ登場、りょうちゃんね、いやもうめっちゃハードル上がってるじゃないですか。いや今僕がしもべなんですけど、僕いやめっちゃハードル上がってるじゃない。いやこうやってワドさんとか社長とか出会えたのもりょうちゃんのおかげなんですよ。りょうちゃん別にでもそんなんあれだよ、りょうさんはなんかネットで動画なってんの普通だから大丈夫だよ。りょうさんそろそろ靴も今日お磨きしましたし、りょうちゃん嫌だそろそろお願いします。すごいな、10年越しの夢が今叶おうとしてるんですね。芽吹こうとしててかっけえな。10年間一番こう何が大変だったんですか、ブランド立ち上げるために。やっぱりね、はい、デザインですよ。デザイナーを見つけるのがすごい、僕はすごい中途半端にしたくなかった、完璧主義なんで僕は。でもさっき粘土こねてるおっさんで「何この人」って言ってたじゃないですか、はい、どこでこの人だってなったんですか。やっぱりデザインをちょっと、はい、じゃあまあコンセプト言ったら、はい、まあ後から聞いたんですけど、普通の人はその人を受け負わないんですよ。でもその僕のコンセプト面白いと思ってくれたらしいんですけどね。でまあそのデザインを見たいと、はい、僕はまあその友達に、はい、でまあそのデザインが来たわけです、はい、それを僕見た時に、はい、あ、この人は単なるおっさんじゃないなと。年のこねてるおっさんじゃねえと。まあおっさんじゃないです、実はアレッサンドロ。僕はもう全然ゲイの方なんです。すごい僕は全然リスペクトするし、全然ありだし、そんなのはまあ自分見た時思いましたよね。でその後に彼はその時は休業してても、俺はもう死ぬって言ってたんですよ。でもうずっとビール毎日飲んでね、すごい結構ジャンキーなんですよやっぱり。その全てを芸術なんですよ。だからもう死んでもいいんですよ。生き様がやっぱね、いや本当に日本では考えられないこうクレイジーフィロソフィーですよね。すごいですよ。でもう死んでもいいみたいな感じでずっと、まあ、でもね彼のすごいところは毎日ずっと飲むんですよ。朝起きて、いや本当なんですよ、ずっと飲んでるんですか。マジなんですよすげえな。俺も一人知ってんだよな、ずっと飲んでる人、佐野智則っていう人知ってんだよでもねその人は、はい、それでも朝8時半にはもうその事務所に来て絶対座ってますよね。で絶対何かこうしてるんですよ、ずーっとデザインしてるんですよ、飲みながら。そこはやっぱもう彼はもう捧げてるなという人生を。だからやっぱこうイタリアだったからいろんなこう有名人がいるじゃないですか。例えばジローラ日本で有名でしょ。誰でしたっけ、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、まあすごい巨匠が、やっぱそっちだろうなと。そういうこうあれがアイデンティティがイタリアのある、まあそういう感じですね。でその後彼がだからもう休業して、別にまあ僕自分のことよく言うんですけど、それが多分きっかけだかわかんないですよ。その後バレンチ、まあもともとバレンチのその社長と友達だったんですよ。で彼がなんかローマに会いに行って、なんかその後僕に会った時に、いや実はバレンチの社長と契約して、俺これからバレンチとすることになったから、でもお前のはしてあげるから心配しないでって言ってくれたんですよ。面白い。だからですね。今つけてるのもそうなんですか。これはもう一つのトモでって言って、まあ言うたらちょっとこうセカンドライン、いやすごいよね。いやだから面白い、本当に勉強になるでしょ。みんなすごいとか興味あるとか。そうなの来てるんですよ。いやコメント書いてある。僕も怖くてよう見れないですよね。何が起きてるのとか、すごい出会いねとか、面白いとか聞きたいって。ありがとうございます。皆さんも頑張りますんで。はい。イタリアでこうブランド確立したら日本にとか世界にもやっぱ持っていきたい。やっぱもちろん。それはやっぱりしないと。ヒトラーさん、アイテムありがとう。でもね、地元ヒトラーさんってこの方地元の人で、そうなんですよ。昨日そうですよ、会って、はい、ドライブしていただいて、だから地元でねこうやって活躍されるね方とか嬉しいよね、ヒトラーさんね。わかりますね。もう空のおかげで、もうへそか、へそのおかげで。いや。お嬢は首つくの。お嬢様、そろそろお時間でございます。ようちゃん何似てんだろうな。じゃあ僕ちょっとエスコートしますんで。やだやだやだ。もうだってめっちゃハードル上がってる。いやハードルじゃんです。ちょっと今からちょっとエスコートしてます。でもこれカウンター立ち入り禁止ですから。ここ私の白です。はい、ほらこれ待ってきますから。はい、どうぞ。カツオねえ、カツオマスクしてる。今この辺からもあれでしょ、分かった。どうしたの、それで終わり。そうなんだ。でもよかったね、面白い。そうね、でもちょっとその映像に残す、ね、その和田さんの放送で本当に感謝してますが、ちょっと映像に残させていただければって僕思ってたんですよ。絶対そのいや、こういうのがそのネットの面白いところだと思ってて、ルーツになりうる、なんか SNS とかインターネットって何が変えたかっていうと、昔って人との出会いであったりとか、すごく運が良くないとできなかったじゃないですか。だけど今って才能のある本物とかパワーのある人って一瞬で発見される時代になったと思ってて、バッて広がるから。だから逆に言ったら今ネットのなんていうんですか、立ち上がったばっかりだから偽物か本物かってなってるだけだけど、リテラシーがついていったら本当に力ある人はすぐうまくいく時代が来たんじゃないかなと思ってて、だからクラウドファンディングとかまさにそうで、こういうネタとか企画を持ってるけど金がないと支援してくれとか、すごいですよね。プロモーターがね、いらない時代といってはあれですけども、そう中抜き業者がいなくなったんですよね。だからその安全ができますし、っていうのもあるんですね。何が起きてるんだろう。今ね、イタリアのフィレンツェでこれからブランドをもう立ち上がったのか、これからそのブランドを仕掛けるって言って10年越しにそのごめんなさい、デザイナーさんの名前って何でしたっけ。アレッサンドロ・ガーチョです。アレキサンドロ・ガーチョ、アレフサンドロ・ガーチョ、カタカナで検索とかするよね。アレッサンドロ。ちょっと待って、英語で。なんか書くのないですか。レイちゃん、紙とペンください。これに僕書きましょうか。はい、お願いします。これアレスサンドロガーチョ。これ検索したら出てくるね。出てきます。はい。ちょっと分かる。アレッサンドロありがとうございます。これを入力します。ちょっと待ってね。みんな待ってて。A です。これアンドか。かな？これで合ってます？アレッサンドロガーチャ合ってますね。合ってます。ありがとうございます。これで、あ、間違えた。ああ、消えた。間違えた。コマンド。アンドロ。GGIO。これで。それで検索したら出てくる。彼のこの。はい。作品経歴とか、どういうとこでファッションショーをしたとか、はい、すごいな。いや、人とかビジネスって出会いですよね、本当に。もう完全に本当に思いますね。すごいな。英語だから読めない。すごい。これも彼の作品、すごいファッションショーをした。お、多分今みんなネットで検索してますね。じゃあワドグラスカンパニーもコラボレーションしよう。いやそんな、でもすごいいい匂いするの。さっきから香水何使ってるんですか？あ、これはね、ディオールクリスチャンディオールの何だったなんか、そのまあディオールペットちょっとニンニク臭いんで。体臭がね、すごいいい匂い。いいなあ。なんか夢を追っかけてる大人ってかっこいいでしょ。いいよね、みんなね、かっこいいよね。でも、はい、加藤さんすごい、はい、ジュエリー好きなんですか？ああ、大好きです僕。なんかこまでいろんな国の、それこそなんていうんですかね、いろんな国行ってなんかこうなんていう世界中旅したいんですよ、配信しながら。で、例えばね、ジーパンは岡山でとか、もうそれぞれの思いを身につけて身にまといたいですね。どこどこのとか、これはタイのとか、体中でもうパッと見日本に帰ってきた時、お前何人みたいな、どこの民族衣装それみたいな。いや、俺人みたいな、地球人みたいな。そうなんですよね。ワンアースですかね。ワンアース。そう。ね。でもなんかやっぱギュッと昨日はなんていうか、ディスっちゃいましたけど現代のことを。でも今逆にグローバル化して。それこそイタリアと日本の距離も近くなったし、それこそアジア、韓国もフィリピンも何でも近くなってるじゃないですか。だからワンハートっていうのがあながち嘘ではないというか、時代には必要にして僕も今ちょっと実はチャイナに興味があるんですけど。で、水玉さんめちゃめちゃかっこいいでしょ。そうで、このブランドを立ち上げるときにフィレンツェで今立ち上げてるんだけど、そのデザイナーさんなんだって。そう、かっこいいって言われて、本当にめっちゃすごい人僕かと思いました。僕じゃなかった。あららららみたいな。いや、かっこいいですよ。じゃあ、かっこいいですよ。嬉しいな、アレッサンドロ。すごいあれな、天才ですよ、多分。まあ、天才ですよね。奇才だと思う。そういうのはどんな作品なんだろう、見てみたいな。作品は写真とかないですか？もう商品というか。一応インスタグラムもダルテブランドのその名前でありますし、サイトもダルテの方、ダルテっていう。あ、ちょっと待ってください。じゃあ僕の携帯にブランドの名前入れてるんで。そしたら僕が設定すると映せるんですよ、そのサイト自体を。だからみんなが検索しなくても動画見てる人にサイト自体を宣伝できちゃうよね。なしでそこ座ってこれ。いいです。あ、本当にもっと本格的になったら私もやりますから。プロモーション。怒られた。りょうちゃんが約束と違うもん。一緒に出るからね。これダルテダイヤモンズドットイタリーで出ましたね。ドットイタリーで出ましたね。出ました。DL、DEI で出ました。ダルテ。あ、ダルテ。え、ダルテ？ダルテ。ダルテ。DL、DEI。ダルテ。毎日考えると思う。どれだろう。ダルテイの後なんてやればいいですか？ダルテイだけで出ました。トップですか？フェイスブックですか？グーグルでダルテイ打つと出ます。ダルテイでこれですか？あ、それです。それ全部。ありがとうございます。で、草って書くんですか？あいつマジ草みたいな。そっか、海外のサイトだから翻訳しますかってでしょ。めっちゃかっこいい。ちょっと待ってこれどうしよう。ちょっと待ってこれどうやってキャプチャーしよう。今が家の設定と違うからな。キャプチャーするにはこれはもうあれサンド特有ですよね。このこれが商品なんですね。すげえかっけえ。超センサー、超かっこいい。これ見えてんのかなみんな。これ映ってないかな。ちょっと今映像キャプチャーどうしよう。キャプれないから URL 貼ろうか。かっこいい。これがコレクションだって。これ日本じゃ買えないんですか？まだ買えないんです。まだ買えないですか？ぜひイタリアのお店に、イタリアのお店行かないと買えないんだ。どれくらいの値段するんですか？それがね、まだ値段がね決まってない。今ちょっと調整中なんだ。調整中なんです。どれくらいになりそうなんですか？僕ね、逆にね、皆さんに聞きたいですよね。はい。やっぱり自分もアジア人として、日本で生まれた男として、なんかみんなで一員にイタリアで世界に持っていくんでね、みんなの意見とか追い込みたいですよね。やっぱ超かっこいい。日本のこのネックレスですよね今。そうです。で素材はこれカナパなんで。カナパって言ったら編み込みのヘンプですよ。おい岡山で小島で色繊維の僕の同級生がいるんですけど、繊維の町なんでね。そこはジーンズを普通するんですよ。そこで色を入れてもらったんで。へえ、首に下げたいな俺も。これほんま絶対バズるね。へえ。値段奥山、あ、みんなで本当に和道さんぜひなんかアドバイスもらいたいんですよ。どれくらいでいけばいいか。どれくらいでいけばいいか。いや、どうなんだろう。みんなでコラボレーションしたいですよね。これシルバーなんですか？シルバーです。へえ。シルバーとここは全部ダイヤモンドなんですよ。全部ダイヤの。すごっ。全部ダイヤなんだ、この輪っかの部分。へえ。これがヘンプなんですね。そうなんですよ。へえ。いくらぐらいなんだろう、俺全然わかんねえな。みんなの意見本当聞いてね、こう決めたい。いや、みんなの意見聞いたら100円とか1000円とかふざけた価格言ってお前上野のよ、1000円お前閉店セールじゃねえんだからってなっちゃうんで。皆さんのそのなんかこうオーナー目線とかで聞いてみたいですよね。原価とかわかんないから何とも言えないですもんね。ダイヤがいくらするとかわかんないもんな。じゃあどれぐらいパッと見てその中でこう意見欲しいですよ。どれぐらいだったら買ってもいいとか。だからそのダイヤって高いイメージがあるからわかんないですよね。いくらだったら買ってもいい。ダイヤが1個ついてシルバーとかで今の量だったら普通に7万とかのイメージなんです。ダイヤ1個ついてでもびっちりついてるじゃないですか。だから30、40、50とかじゃないのっていう。それぐらいにした方がいいんですかね、やっぱり。どうなんだろう。かっこいいよね。見た？で、やっぱダイヤ売りだからもうダイヤビッチビチのものしか出さないですか？そうですね、ダイヤをとりあえず価値観を、なるほど、もうダイヤ推し、そうですね、まあとりあえずは高いそうってイメージですね、僕サイト見てて。まだ次の時セコンド、そうこっちの方もまだ僕はそうこれだったらこれいくらなんですかぐらいなんですか。これはねもう大体値段決まってるんですよ。大体いくらですか。これは80ユーロ、まあ日本円だといくらぐらいなんですか。80ユーロで1ドルぐらいですかね。1ユーロですか。これかっこいいよねみんな。これの時セカンドラインで出すんだって、ダイヤがびっちり詰まってるシルバーなんだけど、でこの目ははい、まあこれ本番でこれはなんていうんですか、はい、テストだったんですけど、これここルビーになったんですよ結局。ああ可愛いかも。これサファイですけど今ルビーになったんですよ。これはね1ユーロが131円だから、80ユーロつうと 131×80 なんで、これおしゃれだよね。これがセカンドラインの、これねありえない金額ですよ。1ユーロ131円で80ユーロで1万500円、1万500円だったら超おしゃれじゃない。これありえないよ。セカンドラインだったらみんな欲しいってなるんじゃないですか。これでも日本じゃ買えない。でもさあちゃんほんま80ユーロでええんですか。いや80ユーロぐらいで向こうではイタリアでは売るんでね。これを値段はもうどこでも買えない。これ80ユーロかわいいよねみんな。日本円で1万500円、これ1万500円、1万500円ですか。もう買うわ俺だったらつけたいですよね。これダイヤも入ってる、ダイヤびっちり入ってるじゃないですか。いやこれかっこいいよね。ほらかっこいいって言ってる。とりま芸能人につけさせようって言ってる。これねそれでこっちは意味があるんでね、意味がある。これドラゴン、これドラゴンなの。ちょっと暗くて見えづらいかもしれなかったけど、まあでもまたこのサイトできたらぜひぜひ、あ、はい、教えてください URL。 僕全然宣伝するんで。ワードさんもつけますつけます。はい、だからつけたいです。ここにはい俺絶対つける。右手につけようかな。右手は何もつけないって決めてたけど、りょうちゃんも怒ってる。予想より全然安いって。じゃあこれはねセカンドラインの方なの。要はメインのやつのなんていうのかな、セカンドラインじゃ伝わらないかな。結局ね名前がトモーバイダルテイって感じの名前なんです。こっち側はトモーバイダルテイ。要はファストファッションって言えばいいのかな、まあ庶民の方でもつけられる方のブランドっていうのかな。これプレゼントです。何これ。白黒のそれつけてラコステ。ラコステかわいい。これプレゼントフォーユー。マジですか。つけていいんですか。あ、差し上げます。ありがとうございます。ちょうど時計がなかったんで。白黒でほらちょっと白黒だから。僕白黒赤がテーマカラーなんですよ。白と黒と赤しかね、いいんすか。ありがとうございます。時計いただきました。傷つかないかな。そうかっつってでも流行るよね絶対ね。絶対流行ると思う。100万パーバズりますよ。頑張ります。楽しみ。応援してます。いやマジで本当にやばいっすよね。出会いって面白いな。イタリア行ってイタリア配信もしたいですね。もっと成功してフィレンツェでお願いします。頑張ります。伺います。はい、絶対やるか。イタリアで再会したくない。イタリアでたまたまっていうか日本とフィレンツェは往復されてるから半々でいるんだって。地元なんですよね岡山が。岡山、はい、そうだから偶然その社長に紹介していただいて。そう、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。はいだからこういう出会いがあるっていうのもいいじゃない。バーで、バーって本来は出会いの場所なんだよ。ああそう、昔そうかもそうかも。そうですよ。もうねさすが完璧。だからほんまにその、まあ、こういうカルチャー推しの店じゃないですか、うん、やっぱカルチャー好きな人が集まって、まあ、共通の話題でカルチャー合うってことは性格合いますから、ね、でやっぱねその、まあ、オンラインがきっかけでオフラインに知り合って、うん、これで仲間になるフェンスになる、これもう素晴らしいことですね。オンラインだけだと知り合った気にはなれるじゃん、誰々さんからフォローされてるって。でもやっぱりその絆はできないよね。会って飯食って喋ってみて、目を見てみないとさ、シェイクハンドしてみないと。だからなんかいろんなところに顔出すの俺大事だと思うよ。ネットもまあネットを仕事にしててこういうのもあれかもしれないんだけど、いやこれ和田さんみたいな配信者は嬉しいですね本当に。コースター可愛いっすね。ありがとうございます。これね愛知県の弥富にあるキンブルで買いました。キンブル。キンブル。キンブル。このコースターごめんなさい10円です。ねくわちゃんね、愛知が誇る。愛知が誇る。キンブル。愛知アップしちゃったよ。でも愛知も好きですからね。愛知県民、Here we go。 西川さん、どんな感じですか？あら、いい感じです。白黒だから、またパワーアイテムがじゃんじゃんこう埋めていこう。左手重いみたいな、左手が重たくて下がると右肩上がりになるんで右手も欲しいとこですね。時計つけるの久しぶりだな。僕全然時計つけなくて。あ、そうなんですね。大事。あ、もうこんな時間。あ、そっか。じゃあそろそろ皆さんありがとうございます。お疲れ様です。今日楽しかったです。岡山最後の夜です。僕じゃあ。俺もありがとうございました。映ってください。全然フレームアウトしてました。ありがとうございます。社長にお招きいただいて。まあ和田さんあれなんですけど、場所提供ということで。ありがとうございます。本当にいいお店で。はい、おつにゃんつってありがとうございます皆さん。日本全国会いに行くんで、ぜひ近くに来た時はぜひ会いに来てください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。明日は大阪名古屋の予定ですか。大阪経由から名古屋ですね。了解です。はい、大阪。そのまま名古屋行く感じですか。大阪寄るんですか。どうします。不動産次第ですね。了解です。